こんにちは、山達です。ロシア疑惑裁判6日目ということで話をしていきたいと思います。はい、えー、ロシア疑惑裁判ついに2週目に突入しました。マイケル・サスマン被告の裁判が始まって6日目ということになったわけなんですけれども、えー、もう毎回紹介していますからもう簡単にいきたいと思いますが、ロシア疑惑というのは、えー、民主党資金で作られたデッチ上げ嘘物語だったわけなんですけれども、えー、これに関して嘘をついてた連中たちの今裁判が始まっているわけなんですね。えー、このサスマン被告は、えー、2016年9月に FBI に上 情報提供しましまたその際に嘘の証言をしたということで起訴されているわけなんですね。どんな嘘ついたかって言ったら、えー、独立した弁護士というふうに証言していたわけなんですが実際はヒラリー陣営の人間だったっていうことでその民主党側の人間っていうその、えー、政治的なバイアスであるとか立場っていうのを隠した状態で情報提供していたわけなんですね。でまあ、これに関して今、えー、嘘をついた っていうところで今、起訴されて、えー、賠償裁判にかけられているわけなんですけれども、えっ、ー、と、先週はですね、本当にいろいろな話が出てきたんですよね。一番話題になったのが、やっぱり最後の金曜日のところで出てきた、えー、ヒラリー本人がロシア疑惑の情報提供をどうのこうのっていう話で、その、直接許可出してたってことが明らかになったわけなんですよね。はい、その他いろいろな多くの重要証言ありましたから、まずはその辺をね、簡単にまとめておきたいと思います。えー、個人的に3人、えー、重要人物いたと思いますから、それをしまず 紹介しておきたいと思いますはい、まず1人目はヘルマンさんですね FBI 捜査官なんですけれども サスマンが提供したデータが渡されて、一旦その分析した人物なんですけれども、彼がそのデータのことをですね、5150みたいなものだっていうふうに言っていたわけなんですね。5150っていうのはこれカリフォルニア州の州法が由来になっている言葉なんですけれども、えー、まあそういうね、あの、精神疾患みたいな、そういうようなものを表す意味なんですね。まあ、なんで、今回その5150みたいなものっていうのは、そういう、なんかなん,んでかね、その、狂ったようなやつが、 じゃないとまとめられないよね、こんなものっていうぐらいもうめちゃくちゃなもの。普通の正気の状態だったらこんなもの持ち込めないよねっていう風なぐらいずさんなデータだっていうことだったんですね。はい。で、えー、その上で、えー、情報源の政治的スタンスは重要な判断材料だし、FBI ではこんなもの数日以内に操作する価値ないっていう風に判断してたんだっていう風に言っていましたので、はい。まあ、いかにそのサスマンの提供したデータっていうのがめちゃくちゃなものだったか、そして、えー、ついていた嘘っていうのは重要だったかっていう というところを、えー、ヘルマンさんはあのいろいろと証言してくれたというところがあったわけなんですね。はい。 で、その次に、えっ、ー、と、まあ、この人重要だったかなって思うのは、ジェームズ・ベイカー、元 FBI 首席顧問弁護士ですね。はい。えー、ベイカーはその直接サスマンに、えー、会っていた人物なんですけれども、えー、サスマンからテキストメッセージを直接受け取って、その時に嘘をつかれてたし、えー、で、さらに直接対面で会った時にも嘘をつかれてたしっていうことで、嘘をつかれまくった人物なんですけれども、はい。えー、彼はそのもしサスマンがヒラリー陣営の人間として情報提供すると言っていたら、 合わなかったっていう風に言ってるので、これもやっぱりサスマンのついた嘘っていうのは重要だったっていうことを言っているわけなんですよね。で、さらに反トランプかどうかっていうのも重要な判断材料になるから、そこを隠されたのはまずかったねっていう発言も出てきているんですね。 はい。で、さらにですね、今回のこのロシア疑惑の話っていうのは、これストレートにも国家安全保障リスクの話なんですよね。だっても、もし本当にそのトランププーチンのその陰謀みたいなものがあったのであれば、それってその国家転覆につながるかもしれない話なわけなんですよね。っていうことで、えこういうふうに国家安全保障リスクの情報だと。で、それも情報源誰でも、 同じように緊急で FBI 対応するのかっていうふうに裁判で聞かれてベイカーは、いや対応は違うっていうふうに言っていたので、結局今回もこれそのサスマンの身分っていうのは隠されていたから誤った判断することになったんだ。 っていうふうにベーカーは言っていたわけなんですね。はい。まあ、簡単にまとめると、FBI はサスマに騙されたっていうふうに言っているわけですね。はい。で、極めつけがですね、あの、ムックさんですね、元ヒラリー陣営の選挙対策マネージャーなんですけれども、ロシア疑惑に関して、まず情報の信憑性に自信はヒラリー陣営としてはなかったですよと。 でもないけれども、ヒラリー本人がもうメディアにリークするっていう計画に関して許可を出したっていうことだったので、もうロシア疑惑ってそのヒラリーの知らないところで部下たちがなんかやんややんややっていたっていうわけではなくて、ヒラリー本人が把握していて、しかも許可を出していたっていうことも明らかになっていたわけなんですね。 っていうようなところで、えー、いろんな重要発言があったわけなんですが、えー、この裁判で、えー、有罪になるか無罪になるかっていうベースの話をするのであれば、えー、このヘルマンさんとかね、あとベイカーの発言っていうのは非常に重要だった。で、それとは別件で、あの、ヒラリーがどれぐらい関与してたかっていうところを、なんかね、突然暴露したのが、えー、このムックさんだったかなっていうふうに思いました。はい。ということで、3人ね、重要な発言を、まあえー、まとめてみたんですけれども、 今週もね、重要なものがいくつか出てきているんですね。はい。その辺をまとめていきたいと思います。今週はですね、FBI 捜査官がもうめちゃくちゃ出てきているんですけれども、まず最初はね、ライアン・ゲイノーさんっていうね、えー、元カウンター・インテリジェンス部門のトップの人の証言なんですけれども、えー、とまずこの人9月23日に捜査に、えー、自ら参加しています。サスマンが FBI に情報提供したのは9月19日だったので、その4日後に参加したわけなんですが、この時、その、 参加するとはいえ、誰からの情報源なのかっていうのは知らなかったそうなんですね。てか知らされなかったそうなんですね。で、その情報源誰かっていうことに関しては、クローズホールド扱いだったっていうことで、ちょっと日本語にどうやって訳すのかよくわかんなかったんですが、まあ、あの、秘密にされてるっていうことですね。 なので、誰からの情報かよくわからないけれども、やってたっていう話だそうなんですが、後に9月26日に情報源がサスマンだったよってことを聞いたそうなんですね。で、そうなってくると、んちょっと待てと、サスマンって DNC、全国民主党委員会、完全に民主党側の人間じゃないかっていうことを知ったと。 でも、それでも、その、サスマンは CHS として FBI に情報提供してたんだっていう風に聞いたし、そういう風に思ったそうなんですね。CHS って何かって言ったら、これ、C はコンフィデンシャルの略です。H はヒューマン。で、S がソースということで、そのね、秘密の情報源みたいな、そんな意味になるんですけれども、 FBI みたいな捜査機関に秘密の情報源として、えー、まあ情報屋さんですよね。そういうようなことができる人物なんですけれども、まあ、FBI に直接ね、あの、アクセスできるって、まあ、そのまんま国家の根幹に問題が出てくる話ですから、まあ、そういう人間になるためには最高レベルのセキュリティクリアランスを通過する必要があるんですね。で、サスマンはそれ通過していますし、その CHS としてどうやらベイカーに会っていたっていうことだそうなんですね。なので、 今回この芸能さんも言っていたのが、その民主党の人間だけれども、それとは別で CHS として、まあ、独立した人間として来てたんだっていうふうに受け取ったっていうことだったんですね。 まあなんで、これも結局サスマンにミスリードされてたっていうことを言いたいわけなんですけれども、えでもしゲイノンさんがですね、サスマンの身分知っていたらどうしたかって言ったら、えまず捜査自体に参加することはなかっただろうねと、こんなバイアスにまみれたものに参加する必要がないっていうことだそうです。で、あとは、え情報源、ジョフィーの目的というか意図っていうのをもっと深掘りをしたかもしれないと。で、さらに、シカゴのオフィスがこれ捜査担当したようなんですね。で、そこの情報の取り扱い方にも多分変化があったんじゃないかっていうことで、まあまとめるとやっぱりサスマン のついた嘘っていうので FBI がミスリードされたということをさらに固める証言,証言だったからというふうに思います。はい、で、えーっとね、ここ最近ね、のたまにコメントでも頂い,いてるのであの気持ちすごくわかるんですが僕もね、ちょっとやっててだんだんふ、ね、あの複雑になってきたのがなんかすげえ FBI の肩自分持ってんなって思ってきてですね、えー、っとこれなんだろう、なんかすごい FBI が被害者ですみたいな雰囲気に出始めてるんですよね。そ,の、えー、っとそこがちょっと ななととも言えないな思い思まして一応弁護側の方策としてはこのゲイナンさんもそうなんですけれども証言の信憑性がないっていう方向性に持っていこうとしているんですねで今回このゲイナンさんの場合はどんな風にやろうとしてるかって言ったら、えっと、どうやらねこのゲイナンさん FBI 内だと思うんですが不良の事故なのかよくわかりませんが機密漏洩をやっちゃってたらしいんですよでそれでなんか捜査対象になっていたようでしてそれがあったら で、なんかね、取引があったのか知りませんが、えー、なんかこういう発言してるんじゃないか、みたいなことを弁護側が言ってるんですが、まあこの辺がね、売信員にどんな影響を与えるかわかりませんが、はい。まあとりあえず弁護側としてはもう今こういうふうに FBI には信憑性がないんだっていう方向性に持ってこうとしてるわけなんですけれども、じゃその辺が本当に面白くなってきてるんですよね。その FBI としてはもうね、えー、自分たち、まあ僕はどう考えても彼らにバイアスかかりまくってたと思うんですけれども、 ま、それを隠したいわけなんですよね。だからもう、あの、その、なんて言うんでしょうね。サスマンを、とにかくもう、生贄に捧げて、自分たちが、えー、被害者みたいな感じにしようとしてるんですよね。一方で、サスマン側、サスマン側で、いやいやいや、こんなところで、ね、あの、好き勝手させねえぜ、みたいな感じで、えー、むしろ FBI を陥れることで、自分がなんとか助かろうとしてるみたいなところがあって、えー、いい感じになんかね、内輪もめ始めてくれてるんですよね。はい。なんで盛り上がってきているわけなんですけれども、はい。ちょっと話を続けますね。はい。でですね。 えっと、二人目として紹介したのが、アリソン・サンズさんっていう方なんですが、えー、彼女は FBI 捜査官で、シカゴオフィスで実際にこの提供されたデータの分析やったっていうことだそうなんですね。はい。で、えっ、ー、と、さっきそのゲイナーさんがですね、情報源が誰か封印されてたって話をしたんですけれども、えー、サンズさんはそれに関しては知らないと。 ただ、情報源が誰かっていうことに関しても特に聞いていないから、どんなものかよくわからないけれども、とりあえず分析したみたいなところだそうなんですね。はい。で、一つ聞いていたのは、司法省からの情報だっていうふうに聞いてるっていうことで、この司法省から直接情報が来るってすごい不思議なことだそうなんですね。詳しいことは、3日目だか4日目だかの動画をご覧いただきたいと思うんですけれども、はい。まあ、それ、本当に司法省から来てたんだってことを、まサンズさんが固めたっていうことですね。はい。 まあこの辺はそんな深い話じゃなかったと思うので、あのこんな感じで流しておきたいと思いますが、はい、個人的に面白いなと思ったのがですね、ビル・えー、ビルビルプリースタップさんですね、はい。FBI のカウンターインテリジェンス部門の長官の補佐をやっていた人物なんですが、このロシア疑惑関連で非常に重要なポジションなんですね。 彼はその、あのね、不倫将軍とかやられたあの、クロスファイヤーハリケーン捜査ってあったじゃないですか。ね。え、あれの承認をした人物でもあるっていうところで、今回のロシア疑惑絡みでかなり高い位置で、え、いろいろ指揮をしていた人物でもあるわけなんですね。 で、彼も証言に立ったわけなんですが、まあ途中でね、もうほとんどのものをね、覚えてないだろう、わからないだろう、記憶がないだろうみたいな感じで、かなりはぐらかしている感はすごかったんですね。特になんか、えっ、ー、と、ジェームズ・ベイカーと会っていろいろミーティングをしたんだけれども、その時にいろいろメモを書いてるんですよ。で、それも今裁判で参考資料で使われてるんですが、そのメモを書いた記憶もないと。 いうようなところで、え、なんか、あの、うん、歯切れ悪いな、この人みたいなことをやっているわけなんですけれども、はい。えっ、ー、と、さっきも言いましたけれども、FBI って今、もうかなりヒラリー陣営切ろうとしてるんですよね。で、それで自分たちは被害者だったっていう立ち位置で、助かろうとしてるっていうふうに見えるわけなんですが、サスマン側はいや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 、そんなことさせねえぜっていう感じでね、えー、逆に FBI 攻撃をしているわけなんですが、それが如実に現れたのが、この、えー、ビル・プリスタップさんの、えー、証人尋問だったかなっていうふうに思いました。 っていうのも、まず、検察側がですね、もしサスマンがヒラリー陣営として情報提供に来てたら、それは何か捜査に関係あったかっていうふうに聞いたんですね。まあ、要は、サスマンのついた嘘って影響していましたかっていう質問に対して、プリースタップは、どのような人物であれ、FBI に情報提供してくる人物のモチベーション、または動機は知っておきたい。つまり、サスマンが サスマンの真意を我々は知っておかないと捜査に影響があったんだっていうようなことを言っているわけなので、やっぱりサスマンの嘘ってダメだったよねというようなことを言ってるんですね。はい。っていうことで、これはどちらかというとサスマンにとって不利な話なんですよね。一方で弁護側、弁護側でですね、すげえ爆弾投下しまして、FBI 内部のそのテキストか何かのやり取りに言及しまして、こんなものはあったけどどういうことだと。何かって言ったらですね、えー、長官を含め7階の人々が、 このサーバーに熱狂している。このサーバーっていうのはこのロシア疑惑の話ですね。そのトランプと、えー、プーチン、えー、と、アルファ銀行を通じてプーチンがつながってるとする、えー、証拠とされていたものの話なんですけれども、その情報を得て FBI の長官含めて7階の人々が熱狂している。超テンションが上がってるっていうことで、7階ってこれどういうことかって言ったら、まあ、その交換クラスの人たちのオフィスがあるところのようなんですね。はい。まあ、これはつまり、 FBI 交換クラスの人たちって、もうゴリゴリに反トランプのバイアスがあって、で、彼らはもうその反トランプとしてトランプ叩けるんだったら何でもいいやみたいな感じで喜んでいる人たちだったんだっていうようなことを表すものなわけなんですね。これが内部のやり取りだったっていうことで、っていうのを弁護側が出してきてるんですよ。 っていを見てると、その、サスマン側としては、FBI 内部の反トランプバイアスっていうのを証明することによって、そのサスマンのついた嘘なんて関係なかったんだと。そんなんじゃなくて、FBI にもともとバイアスがあるから、だから、まあそのサスマンをむしろ利用して、えー、むちゃくちゃな操作をやろうとしてたんじゃないか、みたいな方向性に持っていこうとしてるようなんですよね。はい。っていうですね、そのお互いがもうお互いをですね、えー、殴ったり蹴ったりしまくってる感じでですね、はい、えー。なんだか面白くなってきたぞっていう話なんですね。はい。 もちろんですね、あの、まずは、あの、今回の裁判、陪審員がですね、ちゃんと有罪評決出さない限りは、んなんか、歯切れ悪く終わってしまうんですけれども、まあ、それとは別で、えー、このロシア疑惑に関してね、あの、いろいろと誰し、誰も見ることができなかった部分が今、明らかになってきてるかなっていうところでは、まあ、盛り上がってきてるかなというふうに思います。はい。もちろん、最近なんかいろいろとね、あの、裁判官のまたいろいろと素性が明らかになってきたりとか、あと、陪審員の中で不穏な動きがあるんじゃないかみたいな話もありますけれども、はい、その辺言い始めたらちょっとキリがない ので今回僕ははそれはちょっとパスをしておきたいとと思いいいますはい、ということで、えー、今回6日目の話でしたが明日は頑張って7日,目7日目のやつまで面白そうだったらまとめていきたいなというふうに思いますはいということで今回の動画は以上にしたいと思います最後までご視聴ありがとうございました、えー、最後はあの出発する前のたぬきくんですねはい、えー、やっぱりこうやってね <laughs> 僕連れてってよみたいな感じになってますねはいっていう可愛いたぬきくんでお別れをしたいと思いますということで最後までご視聴ありがとうございました失礼いたします